道寺山公園は兵庫県西脇市西脇にある都市公園である。西脇市内の道寺山にある公園。遊歩道、展望台、あずまや芝生広場、屋外ステージ、遊具、バードケージ、人工地、公衆トイレなどが整備されている。展望台から西脇市街を一望できる。公園内には総合市民センター、郷土資料館などが併設されている。 総合市民センター内にあるお祭り広場では毎年8月にへその西脇折物祭りが開催されている。施設入場料は全館無料、駐車場は100台収容可能。1910年から公園として整備され、一度荒廃したが1971年からの再整備により現在の形となった。 同時3 180度展望1984年から2016年までは、郷土資料館と同じ建物の1階に、西脇市図書館が設置されていたが、未来への開業に伴い同施設内へ移転している。部屋数15部屋、2500人を収容可能。体育館、武道館、研修館を併設、館内に西脇市子育て学習センターがある。晩秋式の歴史。 昔の農機具、日常雑貨を常設展示しているほか、定期的に各種特別展を開催している。年間入館者数1万2千人。風光の振り子1981年に開催の神戸ポートアイランド博覧会の川鉄地球館で設置された風光の振り子を移設したものである。博覧会後に西脇市に寄贈され、同時山公園に設置された。 2011年4月24日に西脇振子フェスティバルが開催され7時間稼働した。2019年9月現在、稼働せず。西脇市の都市計画 ABCD 日本一重い大森の風光の振子朝日新聞長官2011年4月22日29面。西脇市郷土資料館に関するカテゴリーありがとうございます。